ミドルキックのこの恐ろしいスピード、これ何がするかというと、蹴りの速度もそうなんですけど、その着弾スピードですね。このバットをしてから相手の腕に当たるまで、これ1秒かかってないです。もう 0.2 秒ぐらいです、わかんないですけど。でそしてこの前蹴りですね、これもうライフルのような、さらにこの奥足の使い方、これがねもう本当に、で一方的に何かした後に前蹴りを残しておくだけで、もう無双できるという、そういうシステムになっております。過去にね、内山選手と、タイトルマッチを、ボクシングのタイトルマッチをして負けてしまった、まあ、自分の考えとしては、そのムエタイっていうのはいわゆるドラクエなんですよ。ドラゴンクエスト、ターン制だったらもう最強なんですよ。ただボクシングだとそのリズムとかテンポが若干速くて、そのターン制の間に攻撃をされる可能性があるみたいなイメージで、まあ、いわゆる FF ですね、ファイナルファンタジーです。